道路区域とは、道路法に定める道路を構成する土地の範囲を言い、道路法が適用される土地の範囲である。道路法第18条によれば、道路管理者は、路線の指定、または、路線の認定もしくは変更が講示された場合には、主体なく、道路区域を決定することとされている。道路の立体的区域制度を活用した。 道路一体建物の冷道路区域の決定及び変更にあたっては、その範囲を複因及び長さで工事するとともに、図面で従覧することとされ、基本的には平面的区域として決定される。しかし、1989年の道路法改正により、立体道路制度が導入され、上空、または地下において、範囲を定め立体的区域とすることもできるようになった。 道路区域の範囲は、道路及び道路付属物の範囲であることから、単に道路の路面に限られるものではなく、道路の乗り面や道路管理上必要な構造物の損する土地についても含まれることとなる。道路区域の決定は、道路法が適用される範囲を確定する行政行為であり、道路区域とされた土地については、道路法の規定の一部が適用されることとなる。 前述の通り、道路管理者は、路線の指定等が工事されてから地帯なく、道路区域を決定することとされており、実際にはまだ用地買収が行われる前の土地や、道路としての共用が開始される前の土地に、道路区域の決定がなされる場合がある。このような土地については、道路の建設に支障が生じることのないよう土地の、形質改変や新たな物件等の設置には、 道路管理者の許可が必要となる。さらに、道路管理者が、土地の所有権等の権限を取得した後、共用が開始されるまでの間は、道路予定区域とされ、開通後の道路に準じて扱われることになり、道路法の一部の条文が適用されることとなる。高速自動車国道の場合は、整備計画が決定されてから地帯なく行う。道路法第18条第1項及び、 道路法施行規則第2条による。道路法第47条の6以降、第4節の2による。道路法第91条第1項による。道路法第91条第2項による。道路法第4条の試験の制限のほか、道路専用、禁止行為、監督処分などが適用される。ありがとうございます。